ゃあ大きい声で。3年前にこの小林直さん乳がんの診断を受けて、で1年前から彼女の病状経過、あとそれに対しての自分の気持ちを素直に正直にブログを通して綴りました。で日本中の方たちがそれを読んで彼女を応援してるんですね。で2週間前彼女は亡くなりました。34歳だったそうです。でこの大切ながんについてお話ししたいと思います。じゃあ乳がんって先ほど聞いたように乳がんって一番多い女性に多いがんなんです。日本でもそう、アメリカでもそう、ハワイでももちろんそうです。生涯のうちにアメリカ人女性は8人に1人が乳がんになると言われております。日本人はどうなんだろう。日本に住む日本人女性は16人に1人って言われてました。しかし新しいデータが出るために増えていってるんです。で中本先生が言ったように最新のデータは12人に1人です。そしてあるデータでは11人に1人とも言われてます。こんなに多いがんなんです。発生率が高いです。しかし死亡率は他のがんに比べて少ないんですね。じゃあハワイの乳がんはどうなんだろう。毎年約1400人の女性が乳がんの診断を受けています。これは日本人女性ではなく、日本人女性も含めて他の離島の方たちも全部人種をまとめてです。で125人が乳がんのために死亡してしまいます。毎年です。でじゃあ日本人、ハワイに住む日本人、日系人はどうなんだろう。これは一番手に入るデータはこれ2003年までだったんです。で毎年平均約269人の日本人、日系人が乳がんの診断を受けます。そして32人が毎年乳がんのため死亡しました。この数字は絶対これより高いです。発生率が毎年 2% ずつ上がっているので、このデータよりは10年前なんで、10年プラス前なんで上がっています。乳がんっていうのは他のがんと同じように4つのステージに分かれてます。ステージ1、一番初期のがん、初期のがんです。でステージ4になると末期がんですね。他の臓器に移転してしまってます。で乳がんのスペシャルなのはこのステージ0っていうのがあるんですね。これが DCIS です。で日本、ハワイで日本人女性で乳がんの診断を受けた女性 58% がまだリンパ節に移転していない初期のがんです。そして 21% がこのステージ0の DCIS なんです。でこの数字を足すと約 80% の女性は受診した時に診断を受けた時にはもう初期なんですね。じゃあ乳がんのリスクいろいろあるんです。閉経後の女性ホルモン補充療法、高齢での初産、授乳経験がない、糖尿病、閉経後の肥満、早い初経年齢、遅い閉経年齢、飲酒、喫煙、運動不足、がんになりやすい遺伝子、もちろんですね、出生時の体重が重い、あと出産経験がない。で他にいっぱいあるんですけども、一つ足すの忘れたのが、前におっぱいに針生検したことがある。でこの針生検ががんでなかったとしても、この針生検をしただけでリスクがちょっと高くなってしまうんですね。不思議です。でこのリストがあるんですけども、このリストを右と左に分かれさせてもらいました。分かれました、で左側が、左側が女性ホルモン補充療法、飲酒、喫煙、運動不足、閉経後の肥満、右側が、初経、閉経年齢、遺伝子、出生時の体重が重い。これ右と左の違い分かりますか。何なんだろう。右、左側は予防ができるんです。右側はしょうがない、これはもう親からもらった、ね、体、何もすることはできないです。でこの予防できる方についてちょっとお話ししたいと思います。まずは飲酒。日本人お酒好きですよね。アメリカ人も好きです。1週間に3
性は、乳がんになる確率が 15% アップなんです。これは全く飲まない女性に比べてです。そして初期の乳がん患者、週に 3,4 倍を飲むと再発率が高くなります。じゃあ、決めなきゃいけないですよね。1杯はどのくらいなんだってね。私の1杯と、お父さんの1杯は全然違いますね。1杯のビールは 350cc、ここアメリカでは缶ビール1本が 350cc です。ワインは 150cc、 グラスの3分の1から2分の1ですね。で、お酒は 45cc です。なので、お酒は、他の理由もあるんですけども、ほどほどに3倍以下、1週間に3倍以下に、頑張りましょう。難しいですね、日本人社会はね。じゃあ次に予防できるもの、閉経後の肥満です。閉経後の肥満、乳がんになる率は肥満でない女性に比べると30から 60% 上がってしまうんです。しかも乳がんの再発率はアップ、しかも乳がんによっての死亡率も高くなります。じゃあ何キロが肥満なんだろう。ちょっとここでお話をちょっとシェアしたいんです。私、手術場に入る前に軽視服に着替えなきゃいけないんです。軽視服はブルーのですね。ロッカールームに入ってスモールをグラブします。スモールを着ますね。で、手術に入ります。2週間前、私、日本に帰って県立病院で訪問することができました。そしてオペ室を見学させてくれることもできました。で、オペ室に行きます。そして可愛い若い看護婦さんが私を見て、先生はラージかなって言って、ラージの軽視服を私にくれるんですね。ちょっと向かってきて、でもいいです、ありがとうございますって言って、ロッカールームで、もう失礼ね、私はスモールなのに。で、ラージを着ました。ぴったりなんです。どういうことですか、これは。私は自分がスモールだと思ってたの。じゃあ何キロが肥満なんだろう。 BMI ってご存知ですか。Body Mass Index、 とっても簡単に、計算できます。これは国際的に、標準体重を計算できる方程式です。と、体重、自分の体重キロ数オーバー、すみません、オーバー割る身長メートルでなんですけども、自乗です。で、この BMI の数字が30以上であるとアメリカではオビシティっていうことになります。 BMI が25を超えるとオーバーウェイト、太り気味っていうのかしら。で、不思議と日本の BMI の基準を見ると、日本では BMI を25をもうすでに肥満度1ってつけてるんですね。なので、アメリカのスモール、日本のラージ、私のようにアメリカの基準になれないように、皆さん気持ち帰ってBMI 測ってください。乳がん予防です。次に運動不足。1週間に4時間ほど軽い運動か2時間の激しい運動と、それをすると乳がんのリスクが 10% 下がります、運動しない女性に比べて。で、この軽い運動は何なのかな、早歩きだそうです。早歩きで、激しい運動は水泳とかサイクリングとか、あとエアロビ、それ系ですね。で、この4時間の軽い運動、4時間もって気がするんですけども、これ1日35分なんです。で、しかも分けても OK、 朝15分、夜20分 OK、 10分、15分、それも OK なそうです。で、この運動をすると初期の乳がんの再発率も低くなります。そして体重や食生活を別にしたとしても、もう全く体重とかも関係なくしても、運動を定期的にすることによってリスクを下げることができるそうです。じゃあ乳がん予防のところのまとめとしては、飲酒、タバコ、閉経後の肥満、運動不足を下げることです。で、体重制限と定期的な運動が一番リスクを引き締める影響があるそうです。そしてもう一つ足すのが、必要なければ女性ホルモン補充療法をしないと、更年期あたりに、すごい症状がひどい時がありますね。例えばうつ病がすごい激しくなって毎日が苦しい、あとは体質的なことでもう1日がきつい、
そういう女性は女性ホルモンを飲んでください。乳がんのリスクが少し上がる。しかしやっぱり1日も自殺するほどの辛さになる患者さんたちもいるんです。そういう方たちは女性ホルモンを取ってください。しかしこのリスクを認識しながら定期的な検診を真面目にやりながら、ドクターと相談して取ってください。大切なことはです、予防対策を完璧にしてもです、乳がんになる可能性はもちろんあるんですね。マモグラフィーです。マモグラフィー、この今日マモグラフィーをやってる女性、手を挙げてもらえますか？あ、結構多いですね。じゃあやってない方のためにちょっと早く説明します。おっぱいを2つ2枚の板に入れて潰す。で、上から写真撮って横斜め写真撮ります。これを両方やります。でもし疑わしいところがあれば戻ってきてもらって、拡大したり角度を変えたりして、写真をもう一度写します。でこのマモグラフィーの素晴らしいことは、触診して触れないしこり、もう小さな乳がんが見つかるんです。早期発見にはもう大切な、検診なんですね。でこのマモグラフィーでよく聞かれる質問、先生、私おっぱいが小さいんです、ないんです、乳がんチェックしたいんだけどマモグラフィーはピックアップできるんでしょうか。実は、乳がん患者の 1% は男性なんですね。で男性もチェック、まずしこりをチェックするためにはマモグラムから始まるんです。なので平たくても OK です。大丈夫です。なのでマモグラフィー続けてください。でいろんな団体がレカメンデーションをしています。いつ始めたらいいんだろう、どういう時にしたらいいんだろうと。でいろんな団体がちょっと違ってくるんですね、レカメンデーションが。しかし大体はこんなもんなんです。40歳から医師と相談してから毎年っていうレカメンデーションになってます。45歳からは医師と相談しなくてもいいから毎年やってください。55歳になると毎年か2年に1度、そして75歳は、平均余命が10年以上であれば2年に1度っていうレカメンデーションが出てます。でも外科のグループとかに聞くと大体は40から始めてほしいです。そしてあと75歳、私の観察によるとハワイは私9年目なんですけども、日本、特にハワイの日本人女性って高齢者が多いんですよ。なので75歳では貯めてほしくない、続けてください。でハイリスクの場合で、テリーさんが私の後にハイリスクのことをお話ししてくれるのであまりお話ししませんが、患者さんの歴史によってハイリスクであるかでないか計算できます。でこういうハイリスクの方たちはマモグラフィーを30歳から、そしてとてもハイリスクのうちのハイリスクの場合は30から35歳から。じゃあ、乳がんは遺伝なんだろうかと、5% から10% の乳がんは、発症しやすい遺伝子からと思われたと分かっています。と BRCA1 と2、これは一番今研究されている、でも分かっている病気ですね。で皆さんも聞かれたことがあると思います。で最近アメリカの女優で、アンジャリーナ・ジョリーさん、これ2、3年前なのかな、がこの BRCA っていう、遺伝子を持っていて、持つたびに、予防的治療をしましたね。で BRCA1 と2以外にもなりやすい遺伝子が見つかり始めています。でこれは乳がんだけではなく大腸がん、他のがんとも関係あります。で多くの乳がん 90から95% は生活習慣などの、環境因子の影響からであると思われております。なので一般的には遺伝子以外の因子が主に関与している、しています。で治療法、治療に入る前にちょっとアメリカでのこのことの流れをちょっとお話ししたいと思います。プライマリーケア
家庭科医、内科医、あるいは、産婦人科の先生がマモグラムをオーダーします。でそれで異変があれば針生検につながります。で針生検した後に、これはがんか乳がんでないかっていうのが分かりますね。で乳がんであった場合、患者さんはすごい忙しくなります。アポイントメントが増えるんですね。ドクターが3人になるんですよ。1つ の, あの診断、乳がんっていうのために急に3人のドクタープラスこのドクターが一人一人また別のテストをオーダーするんですよ。それでちょっと忙しくなってしまう。で なぜかというと、乳がんっていうのはいろんな方面でアタックしなきゃいけない。で、メインは手術です。しかし抗がん剤もあるし、放射線治療で治療しなきゃいけない時もある。なので、まずはじめにサージェン、大体は外科の先生に会いに行くことになると思います。リファーラルがそっちに行ってしまいます。で、サージェンが、様子を見て、放射線治療の先生、これは Radiation Oncologist で、薬物療法は Oncologist。 じゃあまず手術からお話しします。手術はここで初めて、2つの選択をしてもらう、2つのうちから1つの選択をしなきゃいけない。それは何なんだろう。1つはランペクテミープラスラディエーション、これは、部分切除、がんのところだけを取って、そこを放射線治療します。これはもうできるだけこれおっぱいっていうのは女性のアイデンティティじゃないですか。それをできるだけ保させてあげたい。でそういうふうにランペクテミーとラディエーションをが選択です。でもう一つはマステテミ、部分だけじゃなくてもうおっぱい全部もう取ってください。そういうオプションがあります。でマステテミをやっても場合により、放射線治療も必要な時がある。でなぜこの2つのオプションがあるかっていうと、どっちを選んでも生存率には影響がないんですね。なので、私がちょっと見るトレンドとしては、大抵若い女性か、白人、欧米人は、なんかちょっと保ちたいっていう感じで、ランペクテミを選ぶ方が多いです。でも高齢者の乳がん患者は大体もう全部ともいいから取ってちょうだいみたいな感じで全部っていうのを選ぶのが多いですね。でどっちみち選んでも、もう一つやらなきゃいけないことは、これです。センチネルリンパ節生検です。これは、どのくらい、リンパ節に移転してるかしてないかというのをチェックするためです。これによって、治療法が変わってまいります。で部分せ、あ、すみません、全部取っちゃった場合はこんな感じです。だいたい乳首も取っちゃいます。でまたこの全部取っちゃうとオプションがあるのは、その場に形成するかどうか、形成外科に来てもらって新しいおっぱいをがんと同時に取ってもらう可能性もできます。でこの形成っていうのは治療が終わった1年後、2年後、5年後でもまた手術することができます。傷はこんな感じです。でこれは、両側をマステクテミした場合ですね。で彼女は、形成しなくて、また数年後やる予定の女性らしいです。で部分切除の場合は、2、3センチぐらいの傷で取れる場合もあります。もうちょっと大きく切らなきゃいけない必要もあります。できるだけ傷口を小さく、乳首の周りに作ったり、あとおっぱいの下の方、見えないところに隠してやるように外科医は努力しています。そして、もちろんリンパ腺をチェックしなきゃいけないので、もう一つ、傷口ができます。であと薬物療法は中本先生が言ったように、がんは一つ一つ一人一人違うんですね。それによってホルモン治療が必要な人もいれば必要じゃない人もいる。でホルモン治療の場合は大体 80% の乳がん患者です。1日1回、これは内服します。5年から10年間飲んでもらいます。で、化学療法はお薬します。お薬です。で種類によって処方回数も変わるんですけども、大体3ヶ月から6ヶ月
で分子標的薬、これもまた、種類によってなんですけども、これは3週間に1回を約1年です。でこれは、これもお注射で注入するお薬です。で経過観察、再発移転の可能性は15年でもあります。しかし大体の再発は2年以内に起こるんです。治療を終えたらマンモと検診が毎6ヶ月続きます。早期発見は予後が良いんです。40歳からマンモグラフィーと検診を必ず始めてください。まとめに3つこの30分で、持ってって家にテイクホームしてほしいのは、1つ乳がんは多いです、とても多いです。2つ、乳がんは早く見つければ見つかるほど予後がいいんです。でそれをするために3つ目はマンモグラフィーと定期的な検診をしてください。以上です。ありがとうございました。